こんにちは、平田くチャンネルです、今回も京都の組合名神館の方にお邪魔させていただいてます。で、フィジカルトレーニングの第2弾ということで、引き続き梶コーチの方にお願いしたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。お願いします。はい、こんにちは、フィジカルコーチをやらせてもらっている梶です。今日もよろしくお願いします。今回、第2弾ということで、前回に引き続きまた、新しいトレーニングの方を3つほど紹介させていただこうかなと思います。前回は体のどちらかというと機能を上げてあげるようなトレーニングを行いました。反応であったりリズムをつけてあげるであったり、そういうところをやってきました。今回は、少し筋力が上がるようなトレーニングをしていこうかなと思います。よろしくお願いします。まず1つ目に行うのが体幹トレーニングを行っていきます。体幹というのは、四肢を除いた手足を除いたお腹周りですね、ここの胴体の部分を指すことが、多いと思います。今回はなるべくこのスポーツに生かしていきたいということで、普段行うような体幹とは少し違ったようなものを紹介していきたいなと思います。最初に行うのが、アニマルムーブメントであったり、アニマルフローと言われるような、少しこう動物の動きに似せたようなトレーニングを行っていきます。結構難易度が高いので、今回は、基礎の形になっていくんですけども、こちらも、清めていくとすごく楽しいトレーニングになってますので、気になる方がおられましたら、アニマルムーブメントであったり、アニマルトレーニング、アニマルフローと入れてもらえればたくさん出てきますので、ぜひ見てみてください。では実際にやっていきたいと思います。普段やるような体幹トレーニングを少し皆さんが想像しているのは違いまして、まずこの四つん這いの形になるんですけど、肩の真下に手首がしっかりくるように、もうちょっと下くるようにして、この股関節の下に膝が来たいから、もうちょっと引こうか、必ずこうまっすぐですね、この下に支えがある状態を作ってあげてください。これしっかりやらないと肩の負担であったり手首の負担であったりというのがあるので、怪我に少しつながってきやすいので、そこはしっかりと、見てあげてください。じゃあこの状態でしっかりお腹に力を入れて、じゃあ実際にやっていきます。ちょっと動こうかな、ちょっと足の上で踏ん張ります。これ今膝浮いてます。膝が浮いてる状態です。これ結構見かけと違って結構しんどいです。これはビーストという体勢になってまして、このアニマルムーブメントの基本の動きになってきます。これしっかり四肢でこう体幹を支えている状態ですね。しっかり足の裏で踏ん張ってしていきます。こういう形、大体20秒を、2、3セットやってあげると効果的だと思います。では2つ目やっていきたいと思います。2つ目は上半身をやっていきたいと思います。で、今日は腕立て伏せですね、俗に言うプッシュアップというものをやっていくんですけど、この普通の腕立て伏せだと、少し面白みがないので、少しスポーツに特化した形になっております。スポーツっていうのはこうゆっくり動いたりっていうことはあんまりしなくて、ただトレーニングってなるとこうゆっくりちゃんとこう鍛えたい部分に効かすっていうんですかね、そういう風にやった方がいいよっていうことももちろんあるんですけど、スポーツするときにゆっくり動いてやることは基本的にはあまりないので、やっぱ早く体を動かしたいということなので、腕立て伏せの方も早くやっていきます。はい、じゃあ腕立て伏せ、女性であったりお子さんは筋力が少ないので、まず膝をついた状態で行うことをお勧めします。男の子であったり、男性であればおそらく膝をつかないのもできると思うので、そちら肩は、つかないでやっていただいても大丈夫です。この状態でまず手の幅なんですけど、肩幅より少し広めに構えるように気をつけましょう。この状態がスタートのポジションです。普段であればこの上にこういう状態、これをイメージされるかと思うんですけど、この状態だとしんどいので、ここからスタートしていきます。この状態からお腹に力を入れて上までこう瞬間的にこうパンと上がっていきます。そのまま、ダランとつけてもらって、でお腹にしっかり力を入れた状態で、なるべくこう爆発的に上にグッと上げていくような感じですね。じゃあお願いします。
して、またグッと曲げる。この時になるべく背中が反らないように気をつけましょう。もう一回いきましょうか。お腹に力入れてグッと曲げる。そしてもう一回いきましょう。せーの、グッと曲げる。 OK です。じゃあ次ラストいきましょうか。せーの、グッと曲げる。 OK です。ありがとうございます。はい、まあ、普段と違う点で言いますと、下から上に上げるということなので、こうゆっくり下ろす必要がない。なので筋肉に対してのこう負荷が少ない状態で、なおかつ速い動きっていうのはスポーツでするので、こういったように筋肉が伸びた状態から速く動かす。すると、まあ、スポーツに向いてくる動きになると思うので、とても、おすすめしている種目でございます。はい、では今から3つ目のトレーニングを行っていきたいと思います。3つ目は下半身ですね。体幹、上半身ときたので、次は下半身の方をやっていきたいと思います。今からやるのは少し、中級者向けぐらいになってくるので、少し体ができている、選手におすすめの種目になっています。じゃあ実際にやっていきたいと思います。では今から、やっていきたいと思います。まず足を前後に開いてもらって、でこの時の角度なんですけど、一回落ちようか、スタートしたい。この時こう90、イエス、後ろも90、そのぐらいね。このぐらい90度ぐらいになるように角度を作ってもらって、これで上がりましょうか。グッと。そう、この状態から足をジャンプして入れ替える。ジャンプして入れ替える。そう、もう一回ジャンプして入れ替える。そう、ジャンプして入れ替える。もう一回ジャンプして入れ替える。もう一回ジャンプして入れ替える。 OK。 これも前回、やらせてもらったトレーニングのジャンプの時ですね、にも注意点、言ったんですけども、必ずジャンプをしたら同じ位置に着地をするようにですね、気をつけてもらうとより効果というのは高くなってきます。あとはスタンスがどうしても最初の方は安定しない、変わってくるので、そこもしっかり見ながらもう一回やっていきたいと思います。慣れてくるまでは今のようにゆっくり1回ずつ行ってあげて、慣れてきたら、少し早いタイミングでジャンジャンジャン、このようにやってあげると強度自体が高くなっていきます。これが難しいという方は、まずは足を前後に開いた状態を作って、このままただ下にしゃがむだけですね。はい、ランジというトレーニングなんですけど、いかがか。このような感じでですね、ジャンプがなくても片方ずつできるトレーニングもあるので、ジャンプが難しい方はこのようにやっていただくと、足の前の太ももで、ジャンプするときは基本的に後ろを使いますので足全体が鍛えられます。あとこう前後に開いてあげることによってバランス能力というのも高くなってくるので、まあ、スポーツしている方にはおすすめとなっております。はい、では梶コーチありがとうございました。ありがとうございました。梶コーチのフィジカルトレーニングについては、概要欄の方にも詳しく記載させていただいておりますので、ぜひそちらの方もご覧ください。それではありがとうございました。ありがとうございました。